こんにちは、粟田洋介です。今日はこのでっかいペンキで、こんな小さいイラストレーションボードの切れ端に抽象画を描いて遊びました。このペンキは去年壁画を描いた時に用意したもので、なんとなくそれを使ってみようかなと思ったんです。今日もとてもいい天気でした。この時間帯は35度ぐらいでしたが、私は夏が好きなのですごく気持ちが良かったです。私が夏が好きな理由は、夏に外で楽しいことをするとこの暑さも気持ちよくて、すごく開放感があって自由な気分になれるからです。この小さいイラストレーションボードは、マットボードを切った時の残ったやつとか、その他の切れ端ですね。こんな感じで小さいイラストレーションボードで実験って感じですかね。最初は20世紀のアメリカの抽象画家ジャクソン・ポロックみたいに絵の具をビーって垂らして絵を描いていこうと思ったんですが、まあ簡単だとは思っていませんでしたけど、やってみるとかなり難しいです。私が使ってるのは割り箸なんですけど、ここにつける絵の具の量とか、この割り箸の動かし方とか、そういったことでも思い通りにペンキを垂らすっていうのは結構難しいです。でも思い通りにできないってことは、思い通りじゃなくもできるっていうことで、いろいろなペンキの落とし方ができるし、いろいろなことができます。最初は青いペンキを使ったんですけど、今度は赤いペンキを使うことにしました。青いペンキの缶は開ける前によく振ったんですけど、赤いペンキの缶は全然振らなくて、開けてからこの割り箸の棒でぐる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 かき混ぜました。結構混ぜたつもりだったんですけど、青いペンキよりもよく混ざってなくて、ちょっとペイントが硬いです。なのでドボ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 落ちてきます。これは難しい、もっと難しい。でもそのまた塊加減が面白くて、違う形でペンキが落ちていくのがまたいいなと思います。で、次は白いペンキを使ったんですけど、こんな感じで水玉みたいにしていきました。あ、これ面白い。これ面白い。最初からどういう風にしようって予定もなしに書いてるので、思い通りも何もないんですけど、何かの方法が難しかったら、自分に簡単にできる方法で違う表現ができないかっていうことをなんとなく試していくと、考えもしなかった方法とか表現ができます。で、こんな感じに水玉をペトペトつけてってるんですけど、それがまた面白くて、この最後の水玉をつけるっていうのがすごく気に入って、これがこの絵のポイントになったんじゃないかと思います。描いてる時はなんかちょっと物足りなかったんですけど、こう見ると結構自分で気に入っています。これも向きを変えるとなんかイメージが変わるんですけど、私はこの向きが好きです。ここにまたなんか描き足して違う作品を作っても面白いかなと思います。この水玉の方法楽しいので、他のイラストレーションボードにも同じように塗っていこうと思います。このイラストレーションボード4枚用意したんですが、まずはスプレーでそれぞれ別の色に塗ることにしました。青系のスプレーペイントで塗ったイラストレーションボードの方なんですが、ちょっと私が録画ボタンを押すのを忘れて動画が撮れていませんでした。でもこんな感じに仕上がりました。描くときはこっち向けで描いたんですけど、向きを変えたりするとなんか印象の違う絵になります。こっちに向けても、こっちに向けても、なんかこっちはなんか下がっていくような感じがするんですけど、こっち側にするとなんかわーんって上がってるようなイメージに私は感じます。まあ、見る人によってどう感じるかわからないんですが、また違うイメージに見えるかもしれません。ちょっとこの辺に亀裂が入って、こういう風に切れ目が入っています。多分ですけど、盛り上がった白いペンキ、その上に別の色青を乗せたので、この別の色が分離して乾いてきてこんなになったんじゃないかと思うんですけど、それもなんか気に入っています。こんな感じで分離しています。
で、まだ黄色とピンクが残ってるんですけど、他の2枚もこんな風にたっぷり絵の具をのせて描いてみました。ここで結構厚塗りします。思うがまま好きなようにやっているとどんどんいろいろなやり方を思いつきます。思いつくっていうより勝手にやっちゃってるって感じですね。なんかチョコレートみたいですごい楽しいです。ペンキがどんどんいろんな感じで落ちていくので、やるたんびに新しい展開となって新しい方法を発見します。アクシデントの連発っていうところですね。このアクシデントが新しいアイデアや技法を生み出します。これをハッピーアクシデントと言います。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ハッピーアクシデントっていうのは、例えば絵を描いている時とかに、あら間違えちゃったとか、こういう風に描こうと思ったんじゃなくて、描こうと思っていた表現よりもなんかいい感じに仕上がっちゃったみたいなことですね。それをハッピーアクシデントと言います。絵を描くことだけじゃなくて、そういうハッピーなアクシデントっていうのは結構あるんじゃないかと思います。まあ今私がお見せしているこのペンキで絵を描いているところですね。私は最初から答えなんか決めてなくて、行き当たりばったりに描いているので、間違いも何もないから、これはハッピーアクシデントっていうの違うかもしれませんが、決まった方法だけをやるんじゃなくて、いろんなやり方をやってみる、人に教わるだけじゃなくて、自分勝手に適当にやってみる、そうすることによってたくさんのハッピーなアクシデントにより、まあ他の人もすでにやってるかもしれませんが、自分独自の方法を見つけ出せるというわけです。ハッピーアクシデントを起こせばみんなが天才になれるっていうわけです。この黄色の方はこんな感じに仕上がりました。ここかなり厚塗りして、さっき見たここら辺とかね、亀裂が入っています。白を厚塗りした上に黒、そんで赤を乗せてるんですけど、ここの黒と赤が分離して白いのがこういう風に見えてたり、なんか面白いですね。なんか自由にいろいろペンキを垂らしたり落としたり擦ったりつっついたり混ぜたり、まあそんな感じでいろいろ試していると、何通りものこのペンキの表現方法を発見しました。でもその方法を発見するとか、そういうことはおまけの、まあアクシデントな贈り物って感じで、私はただペンキをいろいろなんかやって遊んでたって感じで、それがすごく楽しかったです。こっちの青いやつで試したこの辺の分厚い塗り方ですね。あとはこの水玉とかで、こっちはこっちでまたいろいろやってると、なんかこっちではやらなかった方法っていうか、なんかやり方がいろいろ思いついてっていうか、いろいろやって、だから1枚描けば1枚描いただけのアイデアを発見して、2枚描けば2枚描いただけのアイデアやり方を発見して、3枚描けば3枚描いただけ、もっとたくさんのアイデアやり方、そういったものを発見できるわけです。だから絵なんて描けば描くほどいいんですよね。で、次はね、ピンクですね。このペンキすごく楽しくてしょうがありませんでした。なんかね、同じことをやってるようなんですけど、一度やって発見した方法を同じやり方でいろいろやってみたり、そうしてるうちになんか少しずつちょっと違うことをやったり、まあとにかくすごく楽しかったです。すごい素晴らしい芸術作品を見てる夢って見たことありませんか？実はそれあなたの夢ですから、その作品っていうのはあなたのイメージから想像されたものってことになるんですよね。
昨日変な夢を見たんですけど、亡くなった父が、まあ、絵心のなかった人なんですけど、なんかこのぐらいのキャンバスに絵を描いたら、なんかすごいセンスのいい抽象画を描いたんです。そして私の父はすごい芸術とかには疎い人だったんですけど、その自分で描いた抽象画について、なんか芸術的な立派なことを話していました。なんかその夢に何か意味があるのかわからないんですけど、その言っていた芸術的な素晴らしいことっていうのは私の夢ですから、私が考えた素晴らしいことということになります。でも夢って辻褄が合わないことが普通に見えちゃう世界なので、きっとその芸術的に素晴らしいことっていうのは、頭がはっきりしている時に聞けば支離滅裂な話だったに違いありません。まあそれを置いといて、今日抽象画を描こうと思ったのはその夢を見たからじゃなくて、単に夏だから外でなんか楽しいことをやりたいなと思ってやろうと思ったことです。このピンクの絵を描いてる時はもうすでに太陽の色が少し変わり始めてたんですけど、気温は日中と大して変わらない最高の夏日和でした。ではピンクの絵が仕上がるまでもうちょっと続きをご覧ください。こんな感じに仕上がりました。描いててすごく楽しかったし、仕上がりも自分ですごい気に入っています。さっきの青とか黄色の絵と同じようにこんな辺に亀裂が入ってます。なんかこういうのって予想外の展開なんだけど、私は結構こういう風になるのも好きです。描いてる作風によっては時間が経ってこんなに亀裂が入っちゃったりなんかすると良くない作品もあるんだけど、こういう作品だといろんな予想外なことが起きることによってより面白くなるなと思います。まあ全ての作品でそれなりに予想外のことって起きて、それがさっき言ったハッピーアクシデントみたいな感じで良くなることっていうのはたくさんあるんですけど、なんかこのペンキちょっと特殊ですごく面白いなと思います。今夜はすごい月が綺麗でまん丸です。それで結構涼しい夜になりました。まあ夜が涼しく感じられるのは日中暑い思いをしたからだと思います。まあ夏が嫌いな方には申し訳ないんですけど、夏もまだまだこれから大好きな夏を楽しもうと思っています。皆様お体にはお気をつけください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。